今回はね、私がね、いろいろな世界から集めてきた珍しい生き物たちをリスキ君にお譲りしようじゃありませんか。わー、本当ですか。はい、仕方がないですね。ぜひとも持って帰っていただこうかなと。その中から気に入ったサンプルを桜第一惑星に連れて帰ってもらおうかなというふうに思うのが本日の企画でございます。やった、嬉しい。あ、ちょっと待ってくださいね。ん、なんだ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 、あ、なんだ、なんか、なんか、なんか飛んできた、なんか飛んできた。なになになに、なに、さてさてさて、ではこの隙に本来の企画の意図を皆さんに説明させていただきましょう。本来の企画の意図はこちらでございます。桜第一惑星の生態系、自然環境に興味がある私、桜の木と桜の妖精の楽園の星に生物と環境に甚大な損害を与える化け物を投入すると、どのような過程を経て桜第一惑星が行かれていくのか、その経過を観察研究したいがために、リツキ君をうまく騙しつつ化け物たちをより多く送り込ませることができるかというのが今回の本当の企画の意図でございます。皆さんよく覚えておいてください。おお、戻ってきました、戻ってきました。大丈夫ですか。なんですか。なんか、どうしました。なんか変なこと聞こえたんですけど。変なこと何も言ってないですよ。言ってないです、言ってないです、言ってないです。今回、ね、非常にフレンドリーな生き物たちいっぱい集めてきましたから、ぜひともね、次はね、ちょっとね、結構これは可愛らしい感じの子なんですよ。とても。お、かわいい子、かわいい子でございます。ポンと、おお、かわいい、おお、パンミミーちゃんです。今回私が紹介したいサンプルは、面倒見がよく具合が悪い人を見つけては看病を行っていると。薬についてのね、増資がね、すごい深いんですよ。お医者さんになってくれると。なるほど。そうで、注射が好きで錠剤投与で済むものをちゃんと注射してくれる。容体が悪化して手に負えなくなってしまうと、はい、やっぱりきちんと責任を取ってくれると、最終的には、はい、おお、うん、責任感があるんですよ。そう、やっぱり病気っていうのは必ずしも治せるものではないですから、はい、最終的にはそこで見放されてしまうっていうことがない、慈愛に満ちたパンミミーちゃん。なるほど、慈愛なんですね。慈愛の精神なんですよ、これは。あー、なるほどね。そう、うん、可愛らしい。カービィのね、キャラクターみたいな感じ。最近カービィやられてますもんね。カービィ、そうなんでしょう。左の顔もなんかちょっとあれじゃないですか、この切羽詰まった感じの笑顔ってちょっとキュンとくるところってないですか。うん、心臓がバクバクよね。うん、バクバクよね。うん、体調悪い時って基本的にどうやって過ごされてます。リツキ君は。もう寝ます。あ、もう寝ちゃいますもん。はあ、はあ、寝たら治るわって思うんで。あ、結構いつも寝ちゃうんですよね。軽めに見ちゃうんですか、じゃあ。なんか自分の体調不良とかを。うん、寝たら治ると思ってます。なんかその、例えば消化にいいもの食べるとかってあるじゃないですか。うどんとか雑炊とか、そういうお食事とか飲み、ポカリ飲むとかね、まあ、最低限して寝るってこと、ね、もうとりあえず寝てますぞって。とりあえず寝てる。いや、それ良くないですよ。え、良くないですか。うん、良くない良くない。もしかしたらそれがね、すごく大事に至る可能性ありますよ。それ考えると、やっぱ看病してくれる人って絶対に必要だと思うんですよ。おお、もう完全にこれはリツキ君のためのサンプルちゃんってこと。え、ってこと、看病するためにパンミミちゃん、看病、見てください、看病させてって。あ、リツキちゃん看病させてって言ってる。そうなの。そうなんです。看病させていただいてもよろしいですか、パンミミちゃん。はい、サンプルに連れて行きます。おー、ありがとうございます。やっぱりそうですよね、心配ですもんね、やっぱり視聴者の皆さんも。うん、こうやって身近にやっぱり看病してくれたり、はい、体調管理を行ってくれる子がいたりすると、すごく安心して見られるし、りつきくんもね、サンプル集めも配信も憂いなく行えますもんね。そっか、体調管理とかも全て任せられるから。そうですよ、よかった。わー、すごい、うん、ちょうどよく伝えることができる子がいるんです。それがこの子です。こちら。おお、優しい優しい。